男子第2位は朝倉聖選手です。トリプルコークから入ってここで止まらないフルまでしっかりつないでいきます。間のレールフローでしっかりとコンボをつなぎますが、ここのリズム感もさすがですね。そして全体を通して高低差があり狭い場所なんですが、完璧なフリップコントロールで全く危なげなく技をつないでいきます。最後のツイストまで途切れない動き、聖選手どんどんレベルアップしてますね。2位おめでとうございます。クリエイターを支えるソニーのカメラテクノロジーがエクスペリアへ。大切な人のその瞳を捉えて離さない。エクスペリア5マーク2。